まあ、ここは拾っていった、一気に入ってくる、い後藤あ1点返しました。後藤のゴールで1対2大分。さあこれで分からなくなりましたよ、はい、後藤のゴールスピードに乗せてそのままフィニッシュ1対2。いやあのスピードでかわしてからのシュートね、非常にこうバランスがぶれなかったですしね、後藤の良さが出ましたね、はい、これ2人3人振り切って、まあ、ここはニア、なかなかキーパーもね今の難しいと思いますね、はい、さあ後藤のゴールで1対2。いやスーパーゴール。